皆さんこんばんは。今日は3月27日土曜日です。ラジオをお聞きの皆さん、いかがお過ごしですか？では最初に今日お伝えするニュースの項目です。ドン・パラムダ・ビナイ副首相兼外務大臣は、移民は経済成長への貢献に不可欠であるとともに、持続可能な開発に向けたパートナーであるとの認識を示しました。外務省の報道官がテレビ局チャンネル3の幹部との間で、文化大使の促進や海外市場においてのタイのドラマの価値を上げることについて話し合いました。タイがハーグ国際司法会議 HCCH の第88番目の構成国になりました。投資委員会 BOI によりますと、投資からはタイの医療部門への関心を高めているということです。では最初のニュースです。ドン・パラムダ・ビナイ副首相兼外務大臣は、移民は経済成長への貢献に不可欠であるとともに、持続可能な開発に向けたパートナーであるとの認識を示しました。ドン外務大臣は今月10日、バンコクにある国連アジア太平洋経済社会委員会 UNSCAP で開かれた、安全で秩序ある正規移住のためのグローバルコンパクト GCM 実現に関するアジア太平洋会議のオープニングセッションに際し、移民は経済成長への貢献に不可欠であるとともに、持続可能な開発に向けたパートナーであるとの認識を示しました。同大臣はまた、国際協力及び移民管理に向けた包括的な枠組みとしての GCM の重要性を強調した上で、移民は COVID-19 パンデミックの影響を強く受けていることから、全員が安全になるまでは誰も安全ではないとして、移民を含めたアプローチが問題解決に向けた鍵となるだろうとの意見を述べました。同大臣はその上で、このことが国のより良い再建を助けることになるだろうと付け加えました。また外務省のタニー・トーンパクリー事務次官は、この機会に国家行動計画の適用や CCM の実現をフォローアップするための組織機関をまたいだ実務グループ設立などを含め、 GCM 実現に向けたタイの進捗状況を強調しました。同事務次官はこのほか、滞在期限及びワークパーミットの期間延長や COVID-19 感染者の無料治療を含めた健康保険サービスへのアクセス、それに子どもの不法移民者については入管事務所内での交流は行わないという方針を取っていることなど、移民たちが被っている COVID-19 からの影響を緩和させるためのタイの取り組みの例をシェアしました。同事務次官はその上で、タイは安全で秩序ある移住を促進させるため、他の国々や機関と協力する用意がある旨を再確認しました。セミオンラインで開催された今回の会議では、UNSCAP 加盟国や国際機関、それに関連部門からの代表らが、安全で秩序ある移住のための国際合意具体化に向けた取り組みについての再評価を行いました。次に、外務省の報道官がテレビ局チャンネル3の幹部との間で、文化大使の促進や海外市場においてタイのドラマの価値を上げることについて話し合いました。外務省のタニー・センラット報道官は、先ごろチャンネル3を運営している BEC ワールド社のスリン・クリタヤ・ポンパン社長をはじめとした経営陣らと会い、タイのイメージやタイらしさを売り込むための文化大使を設けることに関する協力について話し合いました。協力に関する意見交換の中で、タニー報道官は、外務省及び在東京タイ大使館では、チャンネル3を含めたタイのドラマ制作業者の俳優らを4月4日にオンラインで開催するタイドラマフェスティバル2021 in Japan に出演させたいとの旨を伝えました。次に、タイがハーグ国際司法会議 HCCH の
第88番目の構成国になりました。タイは国際司法の規則を策定するとともに、国境を越えての活動を効率的に促進するため、ハーグ国際司法会議 HCCH の第88番目の構成国となりました。オランダのハーグに駐在しているエカシリ・ピンタルッチ駐オランダ大使は、先頃この条約書の受記者であるオランダ政府に対し、タイを代表してハーグ条約批准書を提出しました。これによりタイはハーグ国際司法会議 HCCH の第88番目の構成国となりました。タイは今後 HCCH の構成国の一つとして、タイにとっての利益ともなる域内での国境をまたいでの活動を利便化措置する国際司法のルール策定に参画することができます。現在 HCCH はマレーシア、フィリピン、ベトナム、シンガポール、それにタイといった ASEAN 加盟国5カ国を含め、世界88の国によって構成されています。次に、投資委員会 DOI によりますと、投資家らはタイの医療部門への関心を高めているということです。COVID-19 の状況改善を支援するため、またタイにメディカルハブとしての潜在力を築き上げるため、タイの医療部門に投資する国際企業やタイ企業が増えてきています。 BOI のデータでは、国際企業やタイの企業による医療部門への投資申請件数は50件、総投資金額にして1269億バーツにも上っています。これら以外にサイアムバイオサイエンス社とドイツの分子生物学製薬メーカーバイオテックラピッド社の主要株主である発生インベストメント社との合弁事業、アプサラ原社によるバイオテクノロジー部門への投資も申請されています。アプサラ原社の分子生物学製薬やマスターミックスは COVID-19 感染検査で使われる RT-PCR キットの生産にも使用されています。 BOI はまた、先ほど韓国のバイオテック会社ジェネクシンとタイのキンジェンホールディングス社が半分ずつ出資して作った合弁会社キンジェンバイオテックによるバイオテクノロジー開発プロジェクトも承認しています。この会社はプラスミド DNA や融合タンパク質などの生物活性化合物をタイで開発製造するため、4億バーツ以上の投資を行うことを約束しています。この会社はタイでの研究開発やバイオ医薬品の製造において、キングモンクット工科大学トンブリ校と緊密に協力する予定です。今日お伝えしたニュースは次の通りです。ドン・パラムダ・ウィナイ副首相兼外務大臣は、移民は経済成長への貢献に不可欠であるとともに、持続可能な開発に向けたパートナーであるとの認識を示しました。外務省の報道官がテレビ局チャンネル3の幹部との間で、文化大使の促進や海外市場においてタイのドラマの価値を上げることについて話し合いました。タイがハーグ国際司法会議 HCCH の第88番目の構成国になりました。投資委員会 BOI によりますと、投資からはタイの医療部門への関心を高めているということです。続いてニュース展望です。今日は非常事態宣言適用期間の延長と COVID-19 指定ゾーンの見直しというニュース展望をお伝えします。政府は今月23日に開いた閣議の中で、2005年に施行された緊急事態における行政に関する緊急法令に基づき、現在全国に発令している非常事態宣言の適用期間を4月1日から5月31日まで延長することを決めました。今回で11回目となるこの非常事態宣言適用期間の延長は、タイ国内での COVID-19 感染拡大を抑え込むことを目的としたものです。政府はこれまで COVID-19 状況管理センター CCSA による承認に従い、非常事態宣言の適用期間を3月末まで延長していました。
閣議ではまた COVID-19 管理措置をさらに緩和するため、各県での COVID-19 の状況に合わせ指定ゾーンの見直しも行われました。これまで唯一の最高かつ厳格な管理地域に指定されていたサムトサーコン県は現在管理地域に指定されているため、今では最高かつ厳格な管理地域はなくなっています。現在管理地域に指定されている県はサムットサーコン県、サムットプラカン、サムットソンクラン、ノンタブリ、ナコンパトム、パトムタニ、パーク、それにラチャブリの8つの県となっています。これらの県ではレストランや娯楽施設、パブ、それにバーなどの営業時間が午後11時までに規制します。レストランでのアルコール飲料の消費や生バンドによる演奏も許可されていますが、店内で踊ることはまだ禁止されています。ただしサムトサーコン県ではパブやバー、それにカラオケ店の営業が今も禁止されています。ショッピングセンターやデパートは通常通りの営業が許可されていますが、入店者数や販促活動に制限が設けられています。すべてのレベルの教育機関や塾では通常通りまたは統合的な形での授業が行われています。またジムやスポーツ施設、それにフィットネスセンターも通常通りの営業が可能とされており、観客数に制限を設けた上での競技大会も実施できるようになっています。残りの県については14の県が高度な監視地域に、54の県が監視地域に今も指定されています。今日は非常事態宣言適用期間の延長と COVID-19 指定ゾーンの見直しというニュースをお伝えしました。以上、今日のニュース、ラジオタイランド、宮井義明でした。